家政婦は見たみたいになってるよ。ネックスガードね。ただ15キロしかないけさ、15キロ用まででいいわけよ、この子は。チビだね。1つよ。2つを3つも飲んじゃダメじゃん。毎月13日に1つです。やる？うん、父さんどうぞ。おはようございます。おかえり。ネックスガードでも。おかえり。まで。よし。よし、行くね。え、ハウス持って入った。ちゃんと食べよ。ちゃんと食べろって言われんでも食べるよって言わんと。あ、もうないよ。ダリちゃん、姉ちゃん行きますよ。でも左足でもいいよ。踏んでごらん。もっと近くを踏んでごらん。首の近く。本当はね、顎が床について完全な伏せ状態になるまでが目標なのよ。頑張れ頑張れ。首つかないかな。父さん何やりよ。もうさ、ここで与えてまとめて捨てるか。ほら来たよダリ。やらかしたな、やらかしたなってダリ来たよ。もうハウスで寝よったのにね、ダリ。父さんどうする、これどうする、どうする、まあ、これをここで与えてここにするか。ダリどう思う、ダイちゃん。全部ごめん。ダイちゃん落ち込んでどうする。見て、ダイちゃん落ち込んどるよ、これ。やったね、父さんねって言おるよ。ちょっと考えよう。